はい、酒好きな元新潟人の石戸です。今回は、日本酒ね、以前言ってましたけど、ワンカップ大関をね、買ってきました。こちら、ミニです。ワンカップ大関のミニ、というね、商品、100ml。で、値段が100円だった。うん。で、なんかいろいろ、スーパーも見たんですけど、なぜかですね、これ 100ml って書いてあるじゃないですか。まあ、容量は 100ml で100円なのに対して、なぜかスーパーで売ってた 180ml のワンカップ大関が200円だったんですけど、ということを考えれば、こっち、同じものだとすれば、こっちを買った方が、2個買った方が得ということになりますね。意外とワンカップ酒って高いんだな。180ml の、普通のサイズのやつだと200円するんだね。うん。原材料名が米かっこ国産と、米麹、かっこ国産米と醸造アルコール。アルコール度数が14度以上15度未満。製造者が、大関株式会社。兵庫県の会社です。でね、おそらくですが、普通サイズのやつと多分違うと思われます。おそらく。うん。まあね、これは100円ショップで買ったんですけど、おそらく違う、内容が違うんではないかと。あいった。あっちち。内容が違うんではないかと思われます。多分完璧。で、つまみはこちら。俺が自家製で、なんだ。キムチ。キムチの、桃屋のキムチの素で漬けたキムチなんですけど、分量通りに漬けたらすっげえしょっぱくなっちゃって、すっごいしょっぱいです。やらかした。分量通りで作ったら、しょっぱ。ワンカップ大関。そう。普通の売ってる、ワンカップ大関っていう、普通サイズのやつ。は、金管ワンカップ乗船というやつですね。いわゆる上のレベルのやつというらしい。うん、味はね、結構今まで飲んできた日本酒に比べると結構、癖が強い、うん、で今飲んでるのがワンカップミニってやつですね。甘さと辛さのバランスが取れたお酒を気軽にお楽しみいただけます。日本酒度が1。じゃね、プラス1で、酸度が 1.2 らしいですね。はあ、やっぱ違うんだろうな。うん。やっぱ違うみたいですね。一つ一つね。違うみたいです。あ、うん、なんかいろいろあるみたいだね。同じような作りだけど。乗船のやつもあれば、河川のやつもあるし。ああ。で、味わいがね、やっぱね、いろいろ違うんだって。ああ。
すごいわかりやすいマップで表示されてるけど。ワンカップ、あれミニが、ミニ、ワンカップミニが、あれ書いてないな。これはないことになって、なかったことになってるのかな。うん、でもやっぱりちょっと癖が強いな。うん、ワンカップジャンボ、ワンカップジャンボとか、乗船金管ワンカップ、乗船ワンカップとか、あと何があるんだこれ、河川ワンカップ、河川金管、あ違う、ああ、うん、まあいいや、なんか見てるとよくわからなくなるな、余計に。余計に訳が分からん。うん。乗船ワンカップっていうのと、河川ワンカップっていうのと、ワンカップジャンボ、そしてワンカップミニ、そしてワンカップ、淡麗辛口と、さらにワンカップエキストラ、そしてワンカップエキストラゴールド、そして、ワンカップ、ワンカップコンパクト。全部でワンカップは8種類あるみたいですな。やっぱりね、癖が強いな、これな。なんか、日本酒っていう、日本酒の癖が強い。臭みっていうか、日本酒の米の、なんていうんだろうな。臭みっつうのは、そんなような何か、がだいぶ強いですね。やっぱり、なんつうかな、日本酒が嫌いになる原因って、大体この最初にワンカップ大関を飲むと、大体まずいんだよ。でね、新潟の、これ兵庫県だからあれだけど、やっぱ新潟のさ、コシヒカリとか、まあ、有名な米どころの、その酒蔵のやつを使うと、やっぱり、普通酒でもやっぱ、癖が全然なくて、飲みやすいんですよね。俺が以前飲んだ菊水とか。なんかどうにもこう、甘い、日本酒の甘さがさ、結構強いんだよね、これね。これは。辛口っていうよりは、甘さが結構、わかんない。でも、どうなんだろうな。でも、なんだかんだ言って、やっぱ、まあ、全然味違うよ。まあ、飲み比べてみます。
ここは言うより、飲む。飲むのが早い。こちら、木薬の木比べ。これ普通酒ですね。違う、本醸造だ。これ本醸造酒。ですが、まあ、これと飲み比べれば、一目瞭然。開かない。でも、新潟の人って、大体さ、祭りの時とかさ、酒ほら飲めみたいな感じでさ、飲まされることが多いんだけど、大体、そういうさ、酒ってすっごい安物なんですよ。うん。例えば、1.8 リットルの紙パックのやつとか、ああいうタイプだよね。じゃあ、いただきます。うん。やっぱ甘さが圧倒的にないね。こっちの方が。うん。甘さが圧倒的にない。で、割と澄んでいて、穏やかで、まあ簡単に言うと、まあ、風味がものすごい穏やか。それでいて、ほとんど甘みはないですね。うん。まあこれ日本酒、これ、まあ辛口のやつだからね。かなり辛口度が高い。辛口のお酒だから。あれなんだけど。うん。ものすごい飲みやすい。まあ、風味がないといえば確かにそうなんだけど、ただ、こっちはね、風味というよりも、まず口に含んだ瞬間に甘みがどさっと、口の中に広がり。うん。甘ーってなる。甘ーってなって、で、まあ甘口っていう言い方もあれだけど、甘いです。で、甘さの上に、やっぱり米っていうんだから、やっぱ、米のその臭みっていうか、えぐみみたいなのもちょっと感じるんですよね。うん。なんか、美味しくない。うん。やっぱ、うまくないな。これはうまくないわ、確かに。だから、こういうのって甘い酒、日本酒ってさ、やっぱさ、飽きるんだよね。もう一杯飲めば大体飽きるんですよ。もう 180ml 飲んだらもう飽きるね。このワンカップミニ 100ml でしょ。これ 100ml 飲んだらまあ飽きるわ。うん。うん。全然やっぱ、飲み飽きしないっていう、ではないタイプですね。そう考えると、やっぱ日本酒って言ってもあれだな。全然ちゃうな。やっぱ新潟の日本酒って辛口って言われるゆえんがわかるよね。あ、ものすごい。あ、確かに辛口だわって。これを飲んで、まあ、兵庫県でしょ。兵庫県って、関西のあたりだよね。俺あんま地位詳しくないけど、兵庫県って関西のあたりだよね。
名古屋のあたり。違うな。大阪の東だったよな。多分。明らかに甘い。甘いからこそ飽きるんだよな。飲んだ時に、飲み飽きするから、もう、ああ、もう一杯でいいわって、なる。やっぱ安酒だけあるよなって。これは、やっぱワンカップ大関イコールまずいっていう俺の理論は割と当たってるな。まずいわ、確かに。確かにまずい。まずい。これはワンカップとかだからいいけど、これを買う気にはならねえな。あの、一升瓶とかのやつもあるんですよ。これね。ただ、これでしょ？これはちょっと甘すぎるんじゃないか。まあ、日本酒の、辛口とかさ、言われるさ、あれは、結局のところ日本酒度っていう度合いがあるんですけど、これがプラス1なんですけど、だいたい新潟のあの、そこら辺の、日本酒ってだいたいプラス5とか、プラス4、5ぐらいなんです。4か5ぐらいなんですよね。で、この度合いが高いほど辛口なんですよね。で、やっぱり、明らかに、日本酒度、菊水の、菊水酒造。だからさっき飲んだ俺のやつが、辛口度としては、どれぐらいかって言われると、多分、菊水酒造一番の辛口。あ、書いてない。辛口度書いてねえな。日本酒度は書いてないですね。どっかに載ってんだよな。菊水の菊ラベル。まあ、多分。でもやっぱ飽きないっすね。やっぱ甘くねえから、飲み飽きしねえんだわ。全然。なるほどね。日本酒度が、どっかのサイトに載ってねえかな。え、日本酒のマイナス7って書いてあるんだけど。これ絶対嘘だろ。さすがに。マイナス7って超甘口じゃねえか。嘘つくなよ。さすがに嘘。プラスとマイナス間違えただろ、絶対。これ、プラス8っていうところもありますね。マイナス7とプラス8って全く逆だぞ。さすがにそれはない。日本酒度これが、あの、キクラベル、今飲んだやつが、あの、プラス8っていう書いてあるサイトがありますね。
どっちだかはわからないですけど。まあ、マイナスでは絶対ない。さすがに。まあ、プラス5ぐらいだと思いますよ。多分、菊水の酒造の中で一番多分辛口のお酒が、この菊ラベルだと思いますので。まあ、ということでね。まあ、あまり美味しくはないなと。このミニのサイズだからこそ、まだ、まあ全部飲めなくもないけど、これがお前 180ml の普通のね、あれだったらもう飲めない。絶対飲めない。コク。でもコクはあるんだよな、逆に。逆に言えば、コクはあるんですよ。で、甘いの好きな人には、向けなんじゃない？で、香りも強いんだよ。買いかって言われると、これは買わなくて。4442です。ご視聴ありがとうございました。